You're listening to Shibuya Cross FM. あけとあっこの発行開業。はい、皆様こんばんは。こんばんは。はい、新番組が始まりましたっていう感じなんですけれども、実は先週やっとるんですわ。はい、実はですね、先週も実は第1回がありまして、この番組、第2回目で、実は前回も本当はタイトル変えたかったのに、ね、なんか誰かさんが酔っ払いすぎて全然進まなかったんだけどな。誰でしょうね、そうで急遽ね、楽屋裏というか裏でえどうする、何でやる、どうするって言って、なんか渋く鳥羽明美とカンバラッコのって言って始めたら、ね、リスナーの方からちょっとそれ昭和っぽいんじゃないんですか、ね、とか、まあ、いいんだけどね、いいんだけどね、いいんだけど悪くはないと思うよ、ね、いい、よかった、いいんだけど、もうくる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 、そうそうそう言ってる場合じゃなくなっちゃってやっぱりですね、私たちは、大きな使命を掲げてやっているということで、実はこのお名前をいただきました。ちょっともう一回タイトルコールやってみようか。やるの、やってみよう、やってみよう、いくよ、何、せーの、あけとあっこの発行開業。あ、素敵、どう、どう、これ気に入ってるの、気に入ってる、あ、よかったそう、あのね、これ気に入ってるんだ、そうだよ、だってさ、これね、どうするっていくつかね、あったの、候補が、そうだ ね、だから、まあ、ちょっとこれに決めたということで、どんな意味があるか、ちょっとあっこちゃんの方から聞いてみようかな。そうだね、まあ、なんか、まあ、そういうね、いろんな方たちが、ちょっと古いんじゃないって思ったんですかね。古いと思ったんだ。でも確かにね、よく昔私たち高校生とか中学生の時、夜中ちょっとこう勉強しながら聞いてたラジオで、よくさ、なんとかと鶴瓶となんとかのとかあったじゃない。あとなんか AM ラジオみたいな感じだよね。あったあったあった、地方のね。そうそう、まあね、そう、だから私ね、言いながらもちょっと、ね、そう、だってこれさ世界の中、世界から見たら、日本の中心と言われている渋谷ですからそうだよ、今も手振ってくれてる人たちが、あの、ね、誰だか分かんないけど、ね、ここにいるだけでみんな手振ってくれるから。あ、そうなんだ。そう、あ、そういう風なの、うん、そういう風なんだ。だってもう有名な人かなと思ってみんな見るみたいだけど、勘違いでしょ。でもあれ知らない人って言っていくわけそうか、だから手振ってくれたんだね。そうですよ、ね、そっか、嬉しいでしょ。だからね、ちょっとくるくるもいいんですけどね、そうだけど、ね、私たちの次のステージということで、そうだね、名前がね、あけとはあこの発行街道でしょ、発行、あ、待ってよ、あっぱれないんじゃない、あっぱれないじゃん最初ないじゃん、ダメじゃんもう一回ちょっと言ってもいい、みんなちょっと待って、あのね、よかった、もう初っ端からさずっと終わっちゃったらさ、あれじゃん、なんかね、発達障害かもっていう話してたからね、よそのね、そ、会社の社長とね、そう、だから私たちみんなそうだねなんて言ってて、できる社長たちバーって集めて、そう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 、全員発達障害じゃんっていう話だったから、ね、話だったから、もう忘れ物だよ、そうだよね、もう一回1できるんだけど9できる、そうしたらじゃあ、あのね、あけとあっこのあっぱれ発行街道じゃん、ダメだよダメだよダメだよ、私があっぱれ言うから、分かった、じゃあ私発行言うね、そうで街道一緒に言おうよ、そうよ、ね、そうでしょ今もう笑ってるせっかくずっと打ち合わせしてたのに手振っててくれたのにさもう一回やってみようかな、じゃあいくよ、せーのせーのとか言って、もう笑いが止まらなくなっちゃったし、ね、先週いたなんか外人さんが今いたから、嘘、本当だよ、本当、先週いた、先週いた、メガネで、じゃあこの辺住んでるのかもね、写真前も撮っていかれてたけどね、あ、本当、どうする、私たちスカウト受けちゃった、どうする、タイトルさ、間違えてるって、あり、あのね、次回からは間違えない、分かった分かった、間違えないって偉そうに言ってるけど、ね、間違えないよ大丈夫、ここだけで笑えるね、ねえ、ね、やっちゃったね、いいんだよ、
いやみんなさ、うん、仕事でさ疲れてちょうど帰ってきてるわけじゃない、うんうんね、誰でも間違いはあるんだよ。完璧なんてないからさ、そうだ、私たちがそれをね見せてあげたってことだ。そうだ ね、うん、あのねやっぱりね、うん、笑顔が一番ですよ。笑いは健康のもとだから急にね何か笑顔がなんかそれっぽいこと二人で言っちゃってさ、写真撮ってくれてる外人さんとかもいたのにさ、ね、間違えてるからね。やだもう、まあ、まあいいんですけど、まあいいけどね、うんうん、あのアケとまたアッコのアッパレ発行ガイド、ね、これよ、うん、ほらもうね、うん、でもね聞いて、うん、あの皆さん聞いて、うんうん、あの後ろのバックのスタッフさんとはバッチリだったよ、うん、バッチリだったよ かっこいい、うん、かっこいい、みんなかっこいいよ、はい、ユーチューバー頑張れ、うん、そうそうちゃんとほらそうかそうか、かっこいいね、うん、あの子たちね、かっこよかった ねやっぱりね、渋谷は、うん、あの若くてちょっとほらそうだ、ね、うん、違う感じの子たちが多いからね、岐阜県は違うでしょ。岐阜県はねまたどうなんだろうね、うん、なんだろう ねあでもねかっこいい人はいるよ、そりゃいると思うけど、うん、ちょっと違うんじゃない、ちょっと違うのかな。あ、待ってでもね、うん、実は、うんうん、東京にこうやって見かける人たちってほとんどが地方から来てる人たちって知ってた。あ、そうでしょ。だからさあんまりなんか東京で、うん、純粋に東京人いろんなことやってた人が、うん、まあ、岐阜に帰ってきて、実はその、ね、まあ、今便利だからさ、うん、家でいろんなことが東京にいなくてもできるって言って帰ってきてる人たちは面白いよ。そうだよね、もうすっごい面白い。だってね、だってこの名前だってね、うん、そういうような人たちが一緒に作ってくれたんでしょ、うんうん、あー、そうそうそうだね、それもね、そうだね、すっごいイケてるね、あのスシロ、うん、知ってんだから私あ、なんか知ってる、それ私さっき楽屋裏で話したからでしょそう、まあ実はこの内容がね、うん、ね出来上がったのが、そうそう、スシローで夕方入って閉店間際まで、まあ男の子2人と若い男の子ですよ。そうですね、ピチピチ話して、でなんかいろいろ話していく中で、あの母音、あいうえおかなの中の全部の音の響きがあるとバランスが取れてていいよって聞いたから、でくるくるはねずっと注意ってね、うん、くるくるって飛んでっちゃうんだって。飛んでっちゃうから飛んでっちゃってるから、うん、だから二人では飛んでっちゃわないようにっていうことで ね飛んでっちゃわないようにっていうことから始まったんだけど、うん、あっぱれは何を、あっぱれはね、あ結局ね最初決まったのは発酵街道からだったのね、うん、あそうだったんだ、うん、でなんで発酵っていう言葉が、うん、ただたださ、その醤油とか味噌を発酵させるカモスっていう方の、うん、まあ、発酵も一つあるんだけど、うんうん、やっぱりその微生物って光を放つから、うんうん、ちょっと知ってた、知らない、ね、微生物ってそれって何、あのホタルみたいなこと、あホタルもね一応その生命の光っていうバイオフォトンの一つとは言われてるのね、 あとなんか夜光虫、うん、夜光虫、そう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 、ね、ああいうものもそうなんだけど、でもなんだ、人間もそういう光をさ、うん、こう手当て療法なんてあれば、よくね手当てっていうよね、そう自分の、でもさ昔さ、うん、なんか暗いとこでさ、うん、こう手ピューって、あなんか手からなんか出てるよみたいなの、うん、やべえじゃんやったやったやった、渋谷だよみたいな、ちょっと待って待って待ってそういう誰かさんもやってたでしょ、もやってましたけど、私ねすっごいおかしい子だったから、うん、自分とか寝るときに必ず豆電球にちっちゃい頃はされてたのね、うんうんうん、幼稚園とか小学校1年生とか、うん、その時はね必ず寝る前に、うん、この手から出てる光というか、うん、湯気みたいなのが、ね、あそう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 、出てるでしょ、出てる出てる、でこれは何だろうと思って毎日見る練習をしたの、練習っていうか楽しくてやってたんだけど、うん、それからある時からもっとそれが大きく見えるようになって、うんうん、あなんか人って光が出てんだなとは思った。えそんな、うん、そんなこと思ったの、うん、だいぶいっちゃってるからね、うん、いやでもだいぶいっちゃってるから、いや頭いいと思う、だって人は頭いいのかな、私ただね、うおーなんだろうこれって、うんね、そこで終わっちゃった。あそっか、うん、なんか残念だね、残念な、くるくるっていっちゃったいっちゃったね、くるくるっていっちゃったんだね、いっちゃった、もうその頃からいっちゃってたんだな、いっちゃったんだよね、うん、でその光っていうのがね、うん、例えば味噌とかさ醤油をさ、うん、
すっごい明るいところで発光させるってないでしょ。ないないない、見たことないもん、うん、あの、ね、ちょっと暗いところ、そうそう、なんかね、そうそう、そういう蔵に入れるとか、うんうんうん、ちょっとなんだろう、そう、風通しのいいくらい、ね、そう、あとね、お勝手の下のなんだっけ、こうよく昔あったじゃない、そうそうそう、ね、あるね、うん、あったあった、ね、そういうところに入れるじゃないですか、うん、で、まあ、発光菌って、菌っていうのは微生物っていうのは、うん、まあ、そういう暗いところの方が光を放ちながら、うん、熟成させるんだって。へー、なんかそれはちょっと科学者の話なんだけども、うん、で人間も実は同じような光を生きてる限り、生きてる限り、そのバイオフォトンという光を持っているわけですよ。へー、光ってね、まあ、光ってないよ、うん、実際はね、うんうんうん、だけど見る人から見たら光ってるんだろうけど ね、 そうだよね、よく言うもんね、ね、なんかなんだけど一応その光を放っているわけよ、うん、でなんかその例えば霊気とかさ、うん、ありますね、気功とかさ、うん、もう手当て療法ってちょっと気持ち悪いとか、うん、あったって言われてる時代もきっとあったんだけれども、ね、うんうん、実際それが科学で自分たちのこの手からね、うん、光が出ていると、で光の行く先のこの光の菌の周りには水が存在して、それを動かすって、だから自分の意識でここに、うん、例えばね、ここに当てるってなるじゃん、ね、うん、ここに当てたいと、で当てたいっていう意識を持って、その次に、光が来て、うん、でそこがあと整っていくっていうシステムがあるんだって、ちゃんと今ちょっと時間ないから、うん、これでまた3時間喋っちゃうから、そうだね、終わっちゃうから、ね、あーとか言って終わっちゃうから、うんうんうん、だから本当に光が出ているし、うん、だから人、まあ、そういうね、いろんな菌の微生物の、うんうん、詳しい人とか、うん、そういう世界ではオーラっていう人もいて、あ、ねね、でもオーラってよく、うん、あのオーラ写真とか言ってね、ちょっとスピリチュアル系の、うんうんうん、なんかこう催し物行くと大体ありまして、ま、催し物催し物って古くないねね、フェスとかじゃない、え、私さ、え、ちょっとほらみんな若者でしょ、うん、催し物って言ってな、かわいいね、ね、いやいや、いい、かわいい子たち、こんな若い子たち来てるのにさ、うんうん、催し物ってさ、なかなかだね、なかなかね、まあ、私ね、どちらかというとやっぱり正統派、あのパーソナリティって言われて、何それ初めて聞いたけどちょっと作ってみたけど、催し物ってさデパートのね、11階の、あ、そう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 、よくあったでしょ、ね、沖縄のとかね、北海道、ね、そうそうそう、あのね、あのなんとか店とか催し物だからさ、古いんだよそうだよね、催し物ってね、ダメだよね、そこで進まないよもうここで今思考が止まったでしょ、うん、急になんか何その催し物って何あなたのテンションってね、大丈夫っていう、ね、さあなんかすごいなって思うよ、そうよね、今日はさ、うん、すっごいいろんなところの、まあ、会社の社長さんとか、うんうんうん、ベンチャー企業とか、うん、あとなんかまあ YouTuber の人もそうだし、うん、いろんな人に会ったの、このラオスの支援をまあしていくっていう人たちとか、うんうん、あとさ、キングコングの西野くんとかがさ、うんうん、そのやってるそのコミュニティとかにも会って、うん、すごいフレッシュだったわけよ、フレッシュね、サプリの会社の社長さんとか、フレッシュじゃん、なんかフレッシュ、フレッシュ、思考もでもさ、フレッシュっていうのもちょっと古いんじゃないのかなそうだ、返してやったパコン確かにねでしょ、今ねちょっとそう思ったけどね、いやなんかね、うん、あのなんて言うんだろうね生きてるっていうのなんて言うんだろう、全部古くなってる ねおかしいわね、そう一向に進まないけど、進まないね、まあ、すごい、なんかね、楽しかったの、自分の視点とか自分の思考とかと、うんうんうん、すごいなんか似てたから、あ、若い子たちとさ、うん、ってサクサクいけんじゃんと思って、そう、またね早いのよ、そう、あの1言ったら10返ってくるでしょ、うん、返ってくるしね、でもうさ、そこに突き進、うんうん、もうそれこそ街道って感じでさ、突き進んでいくわからさ、うん、最高と思ってたんだけど催し物っていう言葉はね一切出なかったね、ね、だよね、ね、ね、
なんかねないなって思ってないな。だからね急にね、うん、なんかね、うん、なんか急にテンション下がっちゃったよね。そうキラキラってやって朝からガーッと動いてたんだけど、うんうん、こう10時になったら催し物ってなって、うん、ちょっとあっぱれ忘れてくれって。ちょっと待ってくれる。なんかもうちょっと横になりたいとか言ってちょっと言ってた人もいるんだけど、そうこれに出る前にちょっとあの息養わないとね、うん、みたいなね。まあね、そうそう、まあ、でもね、ね、まあ、発酵街道ですから。まとめました。そう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 ね。そうだね。まあ、ちょっとここ、ね、何の話してたっけ催し物ね。ね、でしょ。忘れちゃったから、ね、ちょっとここで一曲入れて、うん、水を飲もう。わかった。ね、分かったね。いくよ。立て直してね。よし、立て直そう。はい、それでは、今宵のファーストナンバーは夏目ひみかでパワーオブミュージック。このあっぱれ発酵街道来たよ、ね、みんないいじゃん、いいじゃない、いいじゃない、よかったじゃん、いいね、だって今のね、うん、今の曲もよかったね、うんうん、夏目ひみかさんのパワーオブミュージック、これノリノリだったからそのノリでいっちゃえみたいな感じだ。そうだね、うん、ノリは大事、大事だね、うん、それでさ、うん、ごめんね、さっきは、うんうんうん、催し物とか言っちゃったから止まっちゃったんだけど、そうだね、なんかオーラの話、あ、そうだったね、オーラの話もうさ、うん、全然違う話してんね何が催し物だよ、ね、そう、
そうだった、オーラじゃん、オーラオーラ、何がどうぞ、オーラの写真オーラの写真を撮るとかよくあって、うん、あったあったあった、そうするとこう紫とか白とか、うんうんうん、そうすると私は崇高な、そうそう、崇高な色、紫をまとっているとかね、うん、思ってたけど、あれも、うんうん、発行と関係ある、あ、そう、ありますよ、うん、なんかね、もうそのデータは出てるんだよね、うんうん、なんか例えばこう聞いたことあるかもしれない、あ、聞いたことないわ、多分ない、私の中では、うん、まあ、私とか私の周りの中で当たり前のことなんですよ、うん、ね、なんだけど多分皆さん知らないと思うので、うんうん、ね、知らないと思う、そうと思うんだけども、まあはまあ、ハコハコって言ってるんだけど、うん、この結局自分たちについてる常在菌とかってよく分かる、うん、常在菌分かる、流行ってるからね、うん、流行ってるよ常在菌流行ってるよ、あの腸内フローラからの、あ、それだったよね、常在菌流行ってるってウケるんだけど、そんな言葉ないですよ聞いてごらん渋谷の人たち、知ってるでしょ、常在菌知ってるって、みんな知ってるって、知ってるって言った、知らねえよ、常在菌分かる、常在菌が流行ってることは分かんないわ、知ってるでしょ、俺知ってるって言った、もうちょっと無視して、無視しますね、もう無視しますからで、まあ、自分たちの常在菌がここにあるのね、うん、でそれを、まあ、ちょっと太陽光とか、まあ、ライトとかいろんな、うん、まあ、光を当てた時にね、自分のその反射した、自分に反射したその常在菌が光を放つっていうのがオーラだっていう人も、いう人っていうか、まあ、そういうのが撮れる写真があるんだって、金と色、うっそ、うん、そう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 、あるで、まあ、ちょっとどこの会社とかは言えないんだけど、何社かあって、うんうん、まあ、結局その金がね、うん、うん、と 光を放ってるというか、うん、まあ、そのオーラって言われるものなんだっていうことがあって、例えばだよ、うん、例えば、うん、あんまりこう良くない食事を食べて、うん、いつも不平不満を言って、うん、悲しいことを考えて、うん、っていう人たちっていうのはこのオーラの、そのなんていうの、広がりが少ない、へ、あとはもしくは色がない、グレーっぽくなるのかな、白っぽくなるのかな、っていう風に、うん、してしまうって言われるのね、うんうん、でもこれを金の世界では、うん、腐敗っていうね、腐敗っていうの知ってます、腐ってるっていう風なんだけど、まあ、結局人間に有効な微生物が動いてないっていうのが腐敗、あ、よく言う悪玉菌な感じ、うんうん、あ、そうだね、言ってみればね、うん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 、太っていくっていうのも悪玉菌の一種で、溜まってる、そう、溜まってるのっていうのかな、何、そう、うん、だけどなんかその発酵菌が増えて多ければ、うんうん、とそのなんていうの、太っていくっていうのも少なくなるんだよね、あの適正体重になるってわけ、なるほど、うん、だから、うんうん、結局なんかすごく私があの伝えてるセラピーとかも結局さ、自分を治そうっていうのは難しいんだけど、うん、この常在菌、自分の菌たちが作用するから、オーラというか色を出したりとか人に影響したりとか、うん、だからそんなものたちがあるから自分の意識大事にしようねとか、自分のかける言葉を、うん、大事、なんかね、気をつけようねっていう話はね、うん、結構してるんですよ。だからオーラってすごいそういうね、そっか、菌が光ってるっていうことは、うん、言われるんだよね。だからきっとそうすると、うんうん、単純にあの一般的な人は、うん、こう色がついてるぐらいに感じてるけれど、うんうんうん、今おっしゃったように吐く言葉、あ、そう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 、ね、それ感情とか、ね、であと食べるもの、まあ、生活習慣、いろんなものがひっくるめられても、含まれてね、まあ、色っていう発酵よね、なんだってね、そういうことなんだって。だからね、うん、例えばモーゼとかさ、はい、キリストとかさ、うん、まあまあ、ほんと有名な人がいるじゃない、はい、でその時はきっとさ、うん、添加物もなかったし、ない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 でしょ、ない。だからキリスト携帯使うとかないじゃん、ないね絶対ないと思うんだけど、面白いねモーゼがなんかね、うん、携帯を使って海を割ったみたいな ね、うん、ねそれ面白いけどさ、まずないじゃん、ないね、ストーリーとしてだなんかね、うん、ダメじゃん、現実的になっちゃうじゃんね、ダメダメ、なんか夢が覚めちゃうよ ね、だけどあの時代は何を使っていたかっていうと、うん、その結局発酵しやすい、あの人たちっていうのは聖者って言われている人たちは、はい、発酵しやすい状況を作ってたわけよ。どういう状況かっていうと、うんうん、まあ、やっぱり自然のものをいた、その季節に加工してないし、いただくわけだし、うん、でちょっと心を清らかにするために瞑想するでしょ、うん、するするするで瞑想って結局
ずっと集中して無になるっていうのは結構難しいことなんだけども、うん、まあ、例えば自分の呼吸をずっと聞いてるとか、うん、何か一点を見つめてっていうことで何か集中した上に、あの、なんて言うんだろうな、ヨガで言うとサマディって言ってね、うん、ちょっと無の時間が1分だけとかできるんだけど、うん、その時初めてその脳を休ませることができるって言われていて、そういう時にね、発酵菌ってすごい増えるんですよ。え、そうなの？そう、そうなの。え、発酵力とかで、それがすごいの。それが増えていくと、うん、結局オーラが増えていくっていうことは、うん、そんなオーラとか菌とか発酵物を増やしていくような生活をしていた、思考をしていた、うん、暮らしをしていたキリストとかそういうモーゼとかはね、うん、およそこの微生物、常在菌は30キロ先まであった。オーラが30キロ先まで、すごくない？すごい、ね、そうするとさ、うんうん、じゃあ遠くにいた人がその常在菌に触れて、そうってなって、なんか西の方に行こうとかさ、うん、東の方に行こうって言って、ね、来てキリストのところに教えをとか、そういうことが、まあ、今で言うさ、うん、テレパシーだったりさ、うん、好きな人に昔さ、こっち向けこっち向けこっち向けってやって、あれもその伝達 の、うん、あの発光、ね、オーラで、それがね、うん、となんだろう、微生物たちが振動させながら伝達して、うん、教えてるっていうことをキャッチしてるわけなんですよ。だから多分、うん、皆さんは、うんうん、テレパシーとかは知ってる、うんね、知ってる、で知ってる、ね、違う、あの波動とか、うん、こうね、そういうこと聞いたことある、うん、だけど、うん、そこに微生物が一緒に絡まっているっていうことを知らないと、うん、そうか、だからこれは大きな ね、 ね、うん、学びですね。学びだよね、うん、だからそれをうまく使っているな、まあ、電気とか微生物とか、うん、うまく使ってさ、電磁波を除去するシールとかいっぱいあるじゃん、うんうんうん、電磁波カット、あるあるある、ああいうのもうまい具合に、うん、その光とか微生物がどっち回転、うん、どっち回転にしてるかっていう、それで除去しているらしいんだよ、うん、菌がこっち回転こっち回転とかやってる、うん、まあバカだけどねだからもうそれが浮かんじゃったよね。ね、だから、うん、まあさ、うん、私たちがここで渋谷でラジオをやって、うん、トークしてるわけですよ。そうですよ。楽しいことをね、そうそう、なんかいろいろやりながら、うん、だけど結局なんか音を、まあ、聞いてる人たちね、うん、リスナーの方たちにやっぱその聞いてわははって笑うだけじゃなくって、うん、実際この電波を通して、ね、私たちのハッピーって思ってる菌を届けれるっていう、うん、そこまでが発酵街道だったわけよ。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、分かんないの、あのね、バカなの、この、うん、ちょっと整理するわね、うん、整理して、私たちのこの声が届く、うんうん、で届いた時に、うんうんうん、その私たちの菌、常在菌、うん、いい日和見菌か、うんうん、いい菌だね、善玉菌、うんうんうん、が、うん、みんなのところにも届く、光がね、そう、光が届くか、そう、菌が出してる光が届くわけですよ、うん、ってことは、うん、私たちがこうテンション高いとか、うん、楽しいとか、うん、今日いろんな刺激を受けて、うん、すごかったねみたいなことはリスナーの人は知らないけど話さないとね、うんうんうん、だけどちゃんと伝達していて聞いてる人たちのやる気とかさ、うん、そうだね、元気とかさ、ちょっとこうスイッチオンみたいな、そう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 、いいものが届けられるっていうことが、まあ、科学で分かったから、うん、せっかくだったらそこ持っていこうよと思って、そうなんだよね、発酵のなんか街道、ね、そうそう、街道、あのね、街道、そう、皆さんのね、発酵街道って言ってますけど、あの街道はあの漢字ですから、別にあのカタカナでもなければ、うん、そうだね、うん、アルファベットでもなくて、ね、街道 ね、調べちゃったもんね、あ、そうそう、さっきね、そうそう、あのね、ね、街道って何ですか、うん、っていうと、読んで、大きな街と、うん、ね、街を結び、うん、国中に通ずる主要な道路でございます道路ね、そう、まあ、だから道ってことだよ、光の道っていうね、うん、英語でウェイとか ね、わかりますよ、ロードとか、わかりますよ、はい、知ってるわかりますよそう、それをつないでいきたい、私たちは本当に ね、まあ、日本中だけではなくて、まあ、ただこの電波が本当に、まあ、渋谷区内であれば 55.2 メガヘルツで届くんですけども、うんうんうん、しかし、まあ、地方、それからお友達も、ね、海外で聞いてくださったりしてますけど、うんうん、それはなんとこの渋谷クロス FM のホームページのトップページで今まさにライブなので、ね、プーッと押すと私たちが出てます
ふーっと押すって何時代今さ、うん、でもさおならしたでしょ何言ってんの、ね、大丈夫、ね、ふーって言ったでしょ言ってないしふーっていうボタンなんて今時ないからね iPhone でさふーって言わないでしょ、うん、言う時ない言わないよいつの時代の電話のこと言ってるの、うん、私今10もう全部すごいね私あその上だもん11でしょ11だもん私も今度11買ってやる、うん、ほらでも ね、本当にね、うん、恥ずかしいのは誰プって言ってるからねそうで、ポチッとしていただくと見れますよと急に変わるでしょ、うんうん、そうで、見ていただくこともできますし、うん info@shibuyacrossfm.jp にメールを送っていただきますと、私たちに届きます、うん、であんまりギリギリだと読めないんですけれどもぜひ ね、うん、あの応援メッセージそれから質問など、ぜひ何言っちゃってんだいみたいなのでも OK ですし、ね、info@shibuyacrossfm.jp に送ってください、うん、それでは今日の、2曲目入れまして、はい、はい、早いでしょ、うん、もうどんどんいっちゃうよ本当だ ね、 ね、はい、はい、それでは、今宵のセカンドナンバーはデライトスタイルでサンクス。
今宵のセカンドナンバーはデライトスタイルでサンクスをお届けいたしました。今ですねメッセージをいただきまして、ちょっとね拝見させていただいたところですけども、これね、そうこれね、面白いよ。アッコさん出演中、うちの息子がアッコさんの声を聞いてオカマで、ね、ちゃうしって書いてありますね。書いてた書いてた。オカマは別におる笑いってやってましたけど、いやさあ、うん、わかんないけどね、うん、あの多分日常もうちょっと声高いと思うんですけど、うんうん、ないちょっとあけちゃんといると、うん、声低くなるんだよねきっとね、うん、だってさ、そうだ2人で高かったら、あ変じゃない、うん違ってね、なんかね、うん、何なの何この人って思うね、ねえ何なんか何なのそのテンションって、うん思っちゃうの？なんかそれがさ、それがオカマな感じなの？いやそれがさ、なんか昭和感がすごいなって思って、うん、なんかわかんない。あでもそんなもんなのかな、うん。私もなんかそんな風にしといた方がいいんかな。こううーんなんかね、でもねそれをねきっと冷静な目で見て、もしかしたらね、トーンがちょっと下がるね。ぐらいなんね。あそう。もしかしたら逆のバージョンだったら、うん、気持ち悪いね。そう私がもしかしたら冷めた目で。うんうんオカマか、うんね、っていう感じになるかもしれない。そっかそっか、まあね、うん、あのオカマでもいいんですけどね、まあ子供もいるんですけど、まあうん、オカマって言われてもあ全然 OK と思ってて、うん、本当に ねなんか ね面白いわね。そうそうそうかすり傷だからね。そうきっとね、うん、あの、うん、お子さんたちって、うんうん、なんかこう画面を通して見てたりすると、うんうん、やっぱりなんかこうほらあ誰々に似てるとかさ、うん、思うんじゃないのかな。何誰々に似てる誰々って誰うん似てる誰々に似てるそうあのね例えば、うん、お笑いの人とか、あうん、だからもしかしたら、うんうん、なんかねすっごく人の前に出るの嫌だとか、うん、それからちょっとあんまりこういうのやりたくないんだよねって言ってる方が、うんうん、エンタメやりたいとかこの間言ってたんだけど、それ誰なんですかね。それはねちょっと待って、かんばらあきこ言わもうさ、それが古くないとなんでよ。なんか よくそういう人いるじゃん、昔秘密とかいう人いたじゃん。あうそういうノリだもんね。なんかね、あらららら多分ね、うん、それに冷静になっちゃうんだろうね。本当違うでしょ、わかった、自分の芸を取られたからショックってやつでしょそんなこともないけどね。いや近いものあると思うけどな。そういう芸にはなりたくないなと思ってる。分かった、じゃあエンタメやりたいって言ってたけど、うん、あのね、あれでしょ、ねうん、サスペンス劇場とか出たいんでしょ。それ何それエンタメってそういうこと。エンタメって違くない。何もうそこが違うからサスペンス何ちょっとトンチンっていうか、え誰か聞いてくださいなんか。エンタメ何したいの。エンタメってなんかいろんな面白いことをさ、うんやっていこうよっていうのを、まあ私さ、それをエンタメっていうの。エンタメとかなんか何サスペなんか急におかしくないんだって私さーってサスペンスやりたいんだとかアホちゃうっていうか何言う、もうなんかこういうのがさトーンダウンしていくわけさ私の。あらそう、あでもほら何顔がテカテカしていたから常在菌は喜んでるみたいな。ふざけんなって何を言ってんだろうと思ってね、うん、まあねなんかね、まあ、いいんですけど、うん、だけどね、私のなんか中になかった素材がぶ、うん、あの入ってきたからさ、今ちょっとブッて言ったでしょ、ぶっ込んで、 ぶっ込んできたって思ったぶっ、ね、一応ラジオだったと思ってさ、 YouTube とかだったらいいけどさ、聞いてらっしゃる人がいるからなんかぶっ込んできたなと思ったの。もう本当だからね、いいありのままでいく。そうだから、うん、私たちのこの、うん、あのねこのペアは、うんなんか化学反応が起きてるんだよね、うん、って思うよね、うん、化学反応が起きて、うん、トーンダウンするんかなかもしれないね。トーンダウンが、そうだ、まあさうん、日常さ元気すぎるから、うん、ちょっとトーンダウンね。違う違う違う、渋谷に来ちゃってちょっと、うんうん、あらかしこまってるみたいな。かしこまってはないですよ。本当じゃあかしこまってはないけど、うん、何そのリアクションって思って
トーンダウンするんだろうね。あらそう、うん、まあ来月ねまたありますけれども、うん、来月はまたきっと違う感じで。そうだね、うん、なんかねいいと思うよ。いいと思うよね。そうなんだけども、うん、途中でさっき終わっちゃってね、うん、私たち世界中に、うん、やっていくよと、うん、ね、世界中に向けて発信するよって言って、うんうんうん、でまあ、私たちね、うん、こう女性2人でやっていて、ね、でも、それも起業家でね。そうそうそう。でもともとやっぱりその女性に向けて、うん、まあ、支援だとかね、そう、そういうことしたいって言ってたね、うん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 、言ってましたね。そうそうそう、まあ、女性を含めたいろんな人たちの支援をね、まあ、お子さんだったり ね、 そうだね、まあ、年配の方だったりしかりなんだけども、その中でもうすでに、うん、あっこちゃんは、うん、実はもうラオスとか行ってね、うん、あ、まあでもね、うん、女性支援ではないですけど、うん、まだね、うん、まあ、今日ちょっとそんな話も、まあ、うん、ラオスのね、うん、学校、まあ、それも同じさ、うん、何キングコングの西野君とね、かぶってるんですけど、うん、ニューヨークも、うん、ラオスもね、うん、だけど、うん、やっぱりね、なんかそこの、まあ、ビジネスやってて、うん、ね、利益が出て、はい、やっぱその道どこにしたいかっていう先が見えてないと、うん、やっぱ私たち起業家っていうか会社のね、うんうん、先がないと、やっぱりそれがしたかったっていうかさ、そうだね、その循環が欲しいじゃない、うん、なんか、まあ、ちょっとさ、ま、昔のっていうかさ、うんうん、自分たちだけが良ければっていうさ、社長たちとか上の人たちが良ければっていう時代はあったんだけども、うん、まあ、今もあるんかもしれないんだけど、でももうそこにさ、面白いなっていうことはあんまり思わなくなってきて、うん、そうだね、でやっぱりなんかどうやってそのね、母子家庭の人たちがとか、うん、まあ、ちょっとね、なんだろう、普通の会社では働けないっていう人たちとかがさ、うんうん、なんかその形の、うん、その1日8時間とかの労働をしなくたってさ、あなたの特徴を生かして、うん、なんかお金の捻出方法とか、なんか暮らしとかも実は変えれるじゃんっていうことを、うん、まあ、提供したいなっていうことは思っていて、まあ、そういうコミュニティを今、ね、自分たちの地元で作ってるんですけど、うん、なんかチャンスをっていう感じでね、うん、でそのまあね、そこが本当に女の人たちが元気になると、そう、家庭がすごい変われば子供も旦那も変わるじゃないですか、うん、そうなんですよ、ね、で自分が実際最悪っていうか、うん、もう月にね、家族もいるのに、うんうんうん、月にさ1322円になったって、うん、ね、なんかもうどうやって生活するのっていうとこをもう散々知ってるし、はい、ですごい頑張って飛ばしたのに騙されるとかいろいろあるじゃないですか、うん、だよね、あるじゃん、なんかいろんなね、まあ、まあさ、騙されるのもさ、まあね、うんうん、まあ、その人たちの家庭が整っていたりとか、その先のさ、うん、いろんな人たちが豊かになっていけばもういいやとは思ってるんですけど、そうだよ ね、 ね、だけどやっぱり、うん、なんかその、まあ、騙さなきゃいけないぐらい苦しかったんだとかっていうさ、いろんなことを見ていくと、うん、まあ、そのいろんな経験をしていくと、やっぱりどうしたらいいの生活をっていう人たちに出くわすとさ、うん、よくよく自分が分かってるから、うん、まあ、そういうところのね、支援をやりたいなって思ったのが、うん、意見が合いましたよね。そうです ね、 ね、本当ですね、そこをね、届けたい、うん、っていうね、やっぱりね、なんかほらもう起業家としてというか、うんうんうん、ほら事業しているから、うん、その中でなんかこう自分たちは妙にこう、うん、ど根性あるぞみたいな、どん、ま、クールでしょ、ど根性、何ど根性何そう、もう言わせないで、声がどんどん低くなってまたオカマの上が大オカマになるんかな、どうする、なんかアキコデラックスとかになっちゃった、あれあれあれ出たよね、本当だよ、一回でもね、マツコデラックスかなんかの番組以来来たけどね、うん、あ、そう、でもなんか出なかったの、なんだろう、強いのと強いの来たらどうなるんだろう、そうか、またどんどん声低くなるんかな、そうだね、もしかしたらそうかもしれない ね、 ね、うん、ね、そんなことあるかもしれないけど、ね、あるかもしれないね、そう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 、そう、だからやっぱり私たちはそういう、うん、なんかこう、なんていうかな、力強いというか、うん、なんだかんだ言って、うん、まあ、生かされてるんだなと思うわけなんですけど何が、え、だってさ、
なんか騙されようと何しようとかにしようと、だけどなんかこんなにね、笑ってられて、そうだよね、まあ、そんな人を今日ねすごい見たもんね。やっぱなんかこう成功者なんだけど過去すごかったっていう人たちにしか今日会わなかった、そういえばキッダキラなんだけどね、すごいじゃん、そんなことなかなかないよね。そう、天才と言われているね、男の子たちばっかりと今日会ったから、ちょっと艶がいいんじゃないかな、あ、そっか、発光してないなんか、発光してる発光してるすごいしてる、ね、あのおかまじゃありません。じゃあさ、ちょっとメッセージがメッセージいただきましたから、ちょっとお読みしましょうね、はい、はいはい、日和さんよりありがとうございます、はい、こんばんは、はい、こんばんは、はい、今日は一段と元気オーラが満開なのが、あ、本当、画面からも伝わってきて、見ている私も笑顔になります。あ、よかった、そうね、よかった、見ている私もうざいですとか、ね、すごいさ、私もトーンダウンしていますみたいな ね、ちょっと面白いよ、私は面白いですけど ね、はい、常在菌とオーラが密接に関係してるなんて知りませんでした、本当本当、自分の常在菌と仲良くしようと思いました、本当、わあ、だからさ、消毒しすぎないでって思うね、うん、そうだね、そう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 、消毒しすぎるとそれ消えると思ったらもったいないし、もったいないもったいないね、そこですよ、そう、はい、もう一ついただいております、ホワイティーママさん、ありがとうございます、はい、お二人ナイスコンビですね、見ながら一緒に笑わせていただいています、トーンダウンしてんのにね、こっちおかしいわね、神原さんが光を見る訓練をしていらっしゃったというのがとても興味深いです、あー、ね、うん、オーラが何もわからない私でもわかるようになったりするのでしょうか、するするするよ、じゃあやっぱりこう豆電球にしてこうやってやる、ま、そういう方法もあるし、うん、まあ、私は結局そのインド行った時に、断食したりヨガしたりしてたから、あんまりいろんなことをやりすぎたらいろんな人がね光に見えちゃったの、光っていうかなんか怖い、怖いかもしれないけど、まあ、実際さ、あのどこだったかな、昔六本木とか赤坂で三輪明宏さんに会ったんだよね、なんかそういう、まあ、あの時その時は金髪だった、誰、金髪、私、うん、私じゃなくて三輪さんがね、はい、あ、まだねその時オーラの人が始まるかな、ま、かな、始まらないかなぐらいの時だったかな、うんうん、その時に、なんかねレトロな車があって、肘ついてなんか写真撮ってたら三輪さんの車だったっていう、でなんかさっと通り過ぎてる、行く時にね、なんかあなたもねみたいな感じで言われた時があったの、本当に、今思い出した、そういえばあなたも金髪にねって、 あなたも金髪、そんなこと言われてないけどね金髪って発光菌の菌だったんですね、そうでしょ、金髪って言われてないんだけど、あ、そうそうそう、あなたもねみたいなことを言われたことがあったの、でもその時一番なんかいろんなことが見えるっていうか、多分いろんなことやりすぎた、その修行じゃないけど、随分あの内面を見たんだね、もう内観内観だったから、なんかその時見たことがあったんだけど、まあ、その後に折り紙をなんかね、見て、なんて言うんだろう、見ていくって方法を教えてくれる人に出会ったのね、折り紙を見て、折り紙っていうか赤いさ折り紙を見て、その、なんていうの、端のこういうノートのさ、枠にさ緑色の光がだんだん見えてくるの、反対色だから、あ、なるほどなるほどなるほど、それを、まあ、見ていくとオーラが見えるようになるよっていう練習があって、本当に見えるっていう人たちが、まあ、自分のヨガの生徒さんに教えたらさ、あの見えるようになってたって言ってて、でそれが慣れてくると、人を見ると人の反対色が出てるのがオーラっていう人がいて、まあ、それは、まあ、そういう反対色でできてるっていうのもあるんだけど、見る方法としてはね、なんでそんな見る方法を教えてたんだろうね今ね、ね、聞きたいって言ってたからね、そうよそうよ、やりたいんじゃない、ホワイティーママさん、そうだから、そういう風に見る方法もあるし、だけど、まあ、見える見えないっていうよりも、私は最近そのツヤだったりとかさ、目の輝きだったりとかさ、そうだよね、それでその発光してるなとか、そう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 、腐敗してるなっていう見方してるのだもんね、だからなんかね、お仕事一緒にしようって思った時に、あ、腐敗してるなっていう時は、ちょっとフェードアウトしようとかさ、なるほど ね、 ね、どんなにいいこと言っててもやっぱそこが結局内側からの光だから、でやっぱちょっとね、は、まあ、ね、その日本にそういうあの医療とかがあるんだけども、あのそういうのが分かるんだって、なんかその発光してる人、
腐敗してる人とかさ、もうその科学的に分かっちゃうってこと？科学的に分かるんだって。なんかだから本当にね、あの自分たちのこう思いとかさ、考えてることとかもすごい大事だしね。大事だ ね, ね。だからね、艶めいていきたいよねと思ってね。そうですね、そうだからやっぱりあのどんな方々とお友達でいるかとか、過ごすとか大事だよね。大事だよね。最近楽しい人しかいないもん ね。いいね。でほらそういえば、昨日、昨日は、あの東京で、あ、そう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 、美容師チームの皆さんと、ね、どこだった、梅島、はい、梅島というのは足立区ですね。足立区、はい、私東京ってさ、もう東京駅降りたら、全部東京って言ったらすごい近いと思ってたら、ちょっとあるね。ちょっとね、あった、ちょっとあったところに行ったんですけど、はい、まあ、そこに行ってね、あの美容スチームっていう発酵の、まあ、よもぎ蒸しのさ、ね、最先端なんて言われているんですけど、す、ね、海外ではね、特にね、その発酵物を使った、よもぎ蒸し美容スチームっていうのをやってるんだけども、まあ、その勉強会だったんですよね。でそれでね、そんなみんな発酵してるでしょ。発酵してる、でもね、すっすごい変わった。やっぱさ、今までのなんかセラピーとかいろんなことをさ、起業っていうかママさんたちで起こしてきた人たちも、お大変、もう50分になっちゃった。え、あ、ごめんね、もうみんな